2曲目はこれ使う。あ、もう、そうですね。今年の前半はですね、大変辛い日々がずっと続いたんですけども、今年8月、母校の長崎商業が甲子園に行きまして、あ、商業ですか、大先輩ですね。28回です。よろしくお願いします。でそれで甲子園まで行きまして、この帽子をかぶってですね、一生懸命応援したんですけども、あとちょっとのところで、負けてしまいまして、ちょっと席合いだったんですけども、そんな思い出も今年だんだんいい方に向かっていってると思います。で、それでですね、今度1月15日に番馬の駅分で、また歌うことになりますけども、その時いろいろ選挙してですね、泉谷しげるさんをちょっとやってみたらですね、番馬で1月に入れられなかったんですけども、ちょっとこれをやってみたいなと思いまして、捨てれない曲でですね、少年 A という歌です。あんちゃんの持ってくる白い粉で妹がママの教師だもんで、札の旦那の目に留まり、あんちゃんあっさり捕まった。妹少年 A で乗っていた。